にちは、DOD お兄さんです。こんにちは、まさやんです。じゃあ今日はこんなになんか並んでますけど、このテント、また紹介していただける感じですか？そうですね、DOD って結構ワンタッチ、ライダーズワンタッチテント、いろんなツーリングで使えるワンタッチテントたくさんあるんで、それを見てもらいたいなと思います。ワンタッチって何がいいんですか？とにかく設営が簡単というところで、紐を引くだけで全部立ち上がる、うんうん、っていうのがワンタッチテントの特徴なんで、ツーリングで疲れて、キャンプ場に遅くに着くっていうこと結構あると思うんですけど、うん、そういう時でもキャンプに着いてすぐ袋から出してテントが立つっていうので、うんうん、時間を有効に使えるっていうのが一番いいところかなと思います。その時間が短縮できる、簡単に立てれるっていうところって、なんでバイクに相性いいんですか？やっぱり昼間のツーリングの時間を長く取ることができる、うん、でもちろん走るのもいいし、まあ、近く の, そのご当地グルメを楽しんでからキャンプ場に入るっていうこともできるようになるし、うん、まあ、キャンプツーリングでよくあるのはちょっと道に迷っちゃって予定よりも時間が押しちゃった、うん、そうなってもしっかり夕ご飯余裕を持って食べることができるっていう、全部その設営の時間を短くすることで可能性がいろいろ広がるっていうことですね、うん。いや、確かにツーリングで走ってて夢中になりすぎて、なんかキャンプ場に着くのが結構遅い時間になってしまうことが多くて、なんか暗くなってからテント設営大変だったりしますよね、うんうん、やっぱりね、テントが難しいと、その分暗い中でいろいろするっていうのは難しかったりするし、テントが設営が簡単っていうのは、まあ、簡単に越したことはないですよね。これワンタッチテントって結構なんか収納が大きいイメージがあるんですけど、この2つとかってどうなんですか？一般的にやっぱりツーリングで使えないぐらいに長くなってしまうものが多いんだけど、 DOD のライダーズシリーズはそれをなんとかバイクに詰めるぐらいまでコンパクトに、折り方とか収納方法を他のモデルと変えて工夫することで、ツーリングモデルっていうのを実現してます。すごい。じゃあもうバイクでも積載簡単ってことですね。そうですね、バイクでも積載できるように考えてますね。なんかワンタッチテントってどういうものがあるんですか？まずライダーズベーシックなもので、ライダーズワンタッチテントっていうのがあります。2人でも使える、1人だったらゆったりいいぐらいのしっかりした寝室と、ちょっと荷物を避難させるぐらいの全室っていうのが、それでも登山用のテントと比べると全然広い、しっかりした全室がついているベーシックなモデルがライダーズワンタッチテントです。なんかこの大きさがなんかワンタッチで組み上がるって、なんかすごい不思議ですね。そうですね、ダブルウォールで、アウターの雨避ける部分と寝室の部分と一気にこれで立つことができるんで、すごく便利ですね。便利。これのなんかすごい見た目もいいし、ワンタッチで組み上がるっていうのいいと思うんですけど、なんかもうちょっと快適に過ごしたいななんて、うん、わがまま思っちゃったりするんですけど、そういう人に向けてライダーズバイクインテントというテントがあります。おこれここにも立ってるんですけど、全室が非常に広く作られてます。これがそうなんですね。そうなんですよ。いや、これめちゃくちゃ広いですね。そうですね、中に椅子とテーブルを置いても過ごせるぐらいのサイズですし、うんうん、バイクによってはまあ中にバイクを入れてあげたりとか、うんうん、張り出しをして、その下にバイクを止めたりとか、うんうん、っていうことができるようなモデルになってます。いや、これなんかタープみたいに跳ね上げることができるの知らなくて、こんなんできたら最高ですね。そうですね、もうこれタープ立てなくてもリビングスペースができちゃうっていうぐらいの広さです。すごい。もちろんちょっとバイクウィンっていう名前でバイクが入れれるってなってるんですけど、ちゃんと安全上を注意しながら使って、それぞれの責任でうまいことやってもらう必要があると思うんですけど、バイクが入るぐらい広いよというところで、ライダーズバイクインテントという製品になってます。いや、これならソロツーリングでも結構快適に過ごそうですね。そうですね、もうこれだけあればかなり快適だと思います。ちなみになんですけど、はい、なんか2人でなんかツーリング行ったりして、うん、でも同じテントで寝たいなみたいな、うんうん、彼女がバイク乗ってるんですけど、うんうん、一緒に行って、うん、一緒に寝泊まりするみたいな、
なんかそういうのができるちょっと広めのやつとかありませんか？実はライダーズタンデムテントというテントもあります。あるんですか？これもワンタッチテント でさらに2人でゆったり使えるような寝室サイズ、かなり大きい寝室サイズで、しかもバイクに詰めるぐらいの短さっていうテントがライダーズタンデムテントです。これは、後ろのですかね、そうですね、後ろに立ってるのがめっちゃ大きいですね。そうですね、かなり大きめに作ってるんで、これで、1人でこれ積んで他の荷物持っていうと無理があると思うんで、2人でバイク2台で分担してこれをテントとして共通で持っていくっていう使い方がいいんじゃないかなと思います。へえ、なんかさっき紹介してもらったなんかバイクインテント、はい、とこのタンデムテントってなんか見た目が結構なんかどっちも似てて、はい、両方かっこいいなと思うんですけど、うん、なんか何が違うんですか？もう寝室のサイズが一番の違いです。これはもうソロでゆったり、2人だったら2人でも寝れなくないぐらいのサイズがライダーズバイクインテントなんだけれども、ライダーズタンデムテントはもう1人だったらかなり持て余すぐらいの寝室サイズ、2人でゆったりっていうようなサイズ感に。両方欲しいですね、これ。なんか複数人で分担して荷物持っていけるんだったら、ライダーズタンデムテントもおすすめかなと。そういうツーリングの仕方ありですね。やっぱ分担するとさらに幅が広がるので、ただ一人で全部持っていくのにタンデムテントを積んでいこうとするとかなりパッキングサイズは大きくなってくるんで、無理も生じるかなと思うので、自分のスタイルに合わせて選んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。じゃあもうキャンプでツーリングってなったらもうワンタッチ一択ですかね。あともっとコンパクトにしたいっていうことであれば、ライダーズワンポールテントという選択肢もあります。ワンポールテント、そうなんです。最近流行ってきてるスタイルで、ワンポールテントだけど中が寝室と全室半分に、半分半分に分かれていて、これを立てるだけで、広い全室タープスペースも確保できるというようなテントです。なんかめっちゃなんか見た目おしゃれだなって思ったんですけど、なんか設営難しそう なんかイメージがあって、意外とこれもペグを立てて最後ポールをグイッと押すだけで、押し上げるだけでこれ立ち上がるんで、そこまで難しいことはないです。なおかつシンプルな構造なので、収納サイズもワンタッチテントよりもコンパクトになる。ワンタッチよりも小さくなるんですか？そうなんです。あ、じゃあこれいいですね。なんでツーリングで荷物をよりコンパクトにしたいという方は、ライダーズワンポールテントという選択肢も大いにありかなと思います。これどれも欲しいな。いや、それぞれ一長一短あるんで、自分のスタイルに合ったものを選んでみてください。じゃあこれ全部買って一緒にキャンプ行きましょう。行きましょう。北海道やっぱ行きたいですね、北海道行きたいですね。北海道行きましょう。フェリーでね、1日半とかかかるんですけど、めちゃめちゃ旅情あるんですよ。僕がタンデムテント担当するんで、僕その他の、そうですね、他のやつじゃ担当するんで、2人でタンデムテントで行きましょうか、ね。行きましょう。ありがとうございました。